はい、皆さんこんこん、えー、今回はですね通訳ガイドというお仕事を読んでというお話をさせていただきたいなと思っております、えー、神戸教養大学の学長大西良平と申しますよろしくお願いします き、はいえー、今日はです、ね、1月13日ということで、えー、実は大学入学共通テストですね、これが1日目始まっております。えー、私はいつもあの英語、えー、国語の現代文、えーと、政治経済、あとは世界史 A、このあたりを、えー、ずっと解いているんですけれども、えー、まだあの問題があのネットに上がっておりませんので、ねえーえー、少し楽しみに待っているという感じなんですけれども、まあ、それを待ちながらですねこの本を読んでおりました。 あの通訳ガイドというお仕事、これは、ね、非常にあの良い本だと思いました。ちょっと紹介をさせていただきますと、えー、この本は島崎秀貞さんが、えー、書かれた本になります、えー。通訳ガイドというお仕事で、歩くから出版されております。2016年の出版なんですけれども、あの前半はですね、その業界の、えーまあ、概要というようなところからです、ね、話しています。 まあ最もっとも2016年段階の話ですから、あのインバウンドがそろそろ1000人を、1000万人を超えていくよね、みたいな感じの、ほぼ10年、8年ぐらい前のね、話なんで、今は、えー、それが全く同じ状況かというと、ちょっと違いますけれども、まあ、その当時のことをちょっと振り返ってみることはできます。で、えー、業界のまあ季節性であったりとか、まあ、一般的なあのことを、えー、通訳ガイドの説明を入から入っていって、えー、最,終最終的にまあ終わりの方はですね、もう実務的な詳細、 ままででこの1冊で網羅しています大体300ページなんですけれども、えーまあ、1ページあたりの,その文字数というのは非常にあの読みやすく大きめにしてくれているのですらすら読める感じですね。 はい、でこれを読んでいるとやっぱりそのガイドしたくなってくるなっていうのはすごく思いますね。私はあの神戸の通訳ツアーということで学生を巻き込みながらもあのツアーをするようなことをやってるんですけれどもそれとちょっと似たような内容といったらですけれども、えー、まあ僕の神戸通訳ツアーっていうのはもっともっとあの神戸かつ半日っていうめちゃめちゃ短いツアーなんですが。 こちらの方はその数日間かかるようなツアーとか、えー、お客さんをそのお食事に連れて行ったりとか、レストランに連れて行ったりとか、今から自由行動ですよみたいな、そういうところまでも入れている、まあ、非常にまあ本格的なツアーの話をしています。はいえー、そのツアーガイドをしたくなってくるという話をするときにです、ね、僕がいつも引き合いに出すのがこの通訳ガイドの経験なんですね。僕はもう13年前になりますけれども、2011年に乗車した。 第73回ピースボートの通訳ボランティアのことを思い出しますね。あの新卒で仕事をしていたんだけれども、うまくいかなくて、実家に帰ってきて、仕事を辞めて実家に帰ってきて、どうしようかなと思ってたときに、まあ、この通訳ボランティア CC、コミュニケーションコーディネーターっていうんですけどもね、この CC、これを、えーまあ、見つけて、まあ、友人が教えてくれたんですが、で応募をして、えー、あの幸いなことに受かって、 で、この船に乗ってですね、あの世界一周をしたということですね。はい。で、これは確かエジプトだったかなと思いますが、こんなところで写真を撮らせてもらったり、あとはこちらギリシャだったと思いますけれども、ギリシャでのツアーの様子ですね。こんな感じでプラカードを持ったりして、あの歩いて。 えー、で、ギリシャ人がここにいるんですけど、この辺りにいて、あのそ、彼女が言っていた英語を日本語に訳していくとか、そんな感じの仕事をですね、確か17カ国ぐらい回ったんじゃないかなと思いますね。世界一周しながら。で、えー、その中の多くはあのガイドツアーがありましたんで、えー、その通訳をしていくというふうな経験が私にはあります。えー、やっぱりこういうふうなガイドの話を、えーえー、読んだりすると、 やっぱり毎回毎回このピースボートのことを思い出して、いつかは、ま、もう一回乗ってやろうっていうのはすごく思ってますね。はい。まあ、それはいいとしてあの、この本の内容に入っていきたいと思います。えー、こういうふうなあの通訳ガイドのお仕事を考えるときに、まあ、お客様の分類っていうものをまずはされています。えー、最初が3つあって、FIT、Foreign Independent Tour ですね。えー、なので、海外の個人旅行で来られている方、これを FIT というふうに言うようです。 であとは個人じゃなくてパッケージで来るツアーですね。まあ、団体旅行という感じですねで。あとは3つ目、インセンティブツアーということで、慰、ま、安、あえー、旅行じゃないですけれども、そのえー、海外の企業の方々が、まあ、あの日本に、えー、団体で来られて、いろいろツアーをして、日本を回っていくという感じですねで、えー。通訳ガイド1本で食べていきたいという人であれば、えー、FIT と FIT と ごめんなさい、これ、カタカナになっちゃってますね。ひらがなです。FIT とパッケージツアーの両方ができた方がいいというふうに先生は書いています。島崎さんはおっしゃっています。はい。まあ、それはそうですよね。あの、やっぱり通訳ガイドを1本で食べていくというのは僕もあんまりイメージできないなと思いますし、えー、実際にこの本にも書いてましたが、あの、専業の人は1割ぐらいしかいないみたいですね。だからやっぱりできるだけ幅広く通訳ガイドができるようになるというのは大事なことだと思いますね。じゃあ、そのツアー、 っていうのはどういうふうに分類できるんですかということで、まあ、ざっくりとこの本では2つ挙げています。1つ目がスルーガイドと呼ばれるもので、えー、これは、えー、そのツアーがあったら、もしくは旅行の日程があったら、最初から最後まで全部ガイドしますよっていう感じですね。はい、例えば、えー、この本にも書いてあったんですが、東京から京都まで、えー、そ,それをずっとこう東京、えー、静岡、名古屋、富士山まで行って、そして、えー、滋賀。 えー、京都みたいな感じでグー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 と上から下がっていくところの、えー、最初から最後までガイドをするというような感じですね。ですので、このスルーガイドをするときには、全体のストーリー性が大事なんだっていうふうに、えー、島崎さんはおっしゃっています。なので、東京でやったこと、そして京都で最終的にこう着地するということですから、そこに何らかのこストーリーがないと、最終的にはこの京都に行くんだよみたいな,いうようなところですね。まあ、京都は昔首都があったわけですから、えー、東京からこう昔の、えー 歴史、日本の歴史の後ろの方に、後ろの方というかまあ昔の方に戻っていくみたいなストーリー性がガイドで表現できたらいいんじゃないかということですね。はい。で、一方でスポットガイドというものもあって、これはその旅行のうちの一部をガイドするという感じですね。先ほどの方でしたら、あの東京から京都までありましたけども、そのうちの、すみません、あの名古屋だけやってくださいみたいなね、静岡だけやってくださいみたいな。そんな感じですね。 じゃあ、それって簡単なんですかっていうと、そうでもないらしくて、あの注意点としてはこれですね。じゃあ、全体の東京から京都まで行く場合でしたら、全体の中でどこまでガイドしてあるのかっていうのを確認することが必要だって言ってるんですね。だから、富士山とかね、その静岡だったら富士山とかありますが、えー、そういうふうな感じで、富士山のことをがっつり喋ればいいかっていうと、スポットガイドでそういうふうにしていいかっていうと、そうとも限らない。つまり、東京にいるときからもう、 富士山のことを話しちゃっているとか、ガイドしちゃっているとかいうこともあるかと思いますので、そういうときには、まあ、その話を受けて、じゃあ、まだ話、ガイドしていないようなところを、えー、話せるようにしようとか、そういうふうな、被、えー、らないように、重複しないように、ガイドを調整していく必要があるということを書いていました。な、えー、なかなか難しいですよね。 そういうふうな通訳ガイドなんですけども、結構季節労働者のように言われることもあるようです。はい。例えば春の桜だったり、秋の紅葉っていうのを目当てに、まあ外国人は来日する、えー、ということがよくあると。えー、ですけれども、えー、そうなると夏と冬は閑散期になってしまいますよね、えー。夏と冬はその通訳ガイドにとっては収入にならないような、まあ、日が続いてしまうんじゃないかというふうなことです。 ですけども、あの、外国人も、まあ、1回目の日本っていうのはもう結構来ているようなんですね。なので、2回目は、例えば夏や冬にも来てみたいとか、日本の雪を見てみたいとか、暑い夏もちょっと体験してみたいとか、あとはその、この前、大阪で通訳をしたときにある、ね、記,記者の方が言ってらっしゃいましたけども、あの、大阪人が普通に食べるものを一緒に食べたいとかね、そのガイド用の、なんかこう、ツアー用の食べ物を食べるんじゃなくて、 えー、皆さんと一緒にローカルで食べているものを食べたいみたいないうふうにした、いうふうな人もいるようです。ですので、えー、そういうような意味では、その夏や冬というところも、まあ、あの通訳ガイドをする、えー、日になってくるかもしれませんね。なので、まあ、年中稼働しているような様子であるというふうに言われています。うん、ですが、この季節性っていうのはあるんだなっていうことは、あの通訳ガイドについては知っておく必要があると思いますね。 で私たち、えー、会議通訳の方ですと、まああのー、10月以降、そしてそこから年末までにかけてがまあ書き入れ時というか、かなりまあ増えてきますね。はい、でそこからちょっとずつまあ監査期になったりというのはありますけれども、まあ、基本的にはあの年中、仕事はありますけどね。はいはい、じゃそういうふうな仕事なんですけれども、どうやってありつくんですかということで、えー、試験合格から初仕事までというところで、えー、この本にも書いてあります。 まずその通訳ガイドを正式にしたいということであれば、通訳案内士という、まあ、国家資格の試験にね、合格しないといけないですね。これは、えー、一次試験と二次試験があるんです。で一次試験がまず英語を言いますね。これ記述式です。えー、確か英検1級とかだったら、持ってたら免除されるんじゃないかなと思いますね。あとは日本の地理、えー、そして日本の歴史、で、えー、一般常識。 などなどが必要になってくるんですね、えー、日本の地理っていうのはなかなかこう難しいですねこう通訳のガイドの試験ですから国立公園とかそういうようなものがどこに何個あるかみたいなことを聞かれるようです。 あとはの日本の歴史もその通訳ガイドをするための知識としての日本の歴史ということでえまあどうう少し普通の大学入試とかそういうので出てくるえ日本史の試験とは違うなという感じがします。まあ、どれだけ知識知ってますかというところになるんでしょうね。はい、で、二次試験は外国語会話ということでまあ主に英語だったら英語の会話とかいうふうな感じになると思います。 でこれに、えー、合格をしますと、まあ、国家資格が持てるということになります。ちなみにまだ私は持っていません。えですが、えー、知り合いで持っている方はいますね。はい、で、えー、合格した後で、えー、すぐに仕事が入るかというとそうではないようで、まあ、通訳ガイドの団体に入って研修を受けるようですね。まあ、複数の団体があるようです。ここに書いてあるような、まああのー、団体。これは皆さんもしよかったら、えー、ネットで調べてみてください。こういうようなところに入って、まあ、研修を受けると。 研修を受けていきながら、じゃあ、何々さん、じゃあ次こういうふうな仕事あるんだけど、ガイドで入ってもらえるみたいな感じで、まあ、ちょっとずつこう仕事が渡されていくというような感じなんですね。なので、試験合格、団体への入団、そして仕事をもらうと。研修を受けて仕事をもらうと。そんな感じのルートのようです。はい、ちなみに、会議通訳というのはです、ねあの、特に国家資格はありません。うん でえー、自分のツアーを売るというふうな手もあるみたいですねあの。例えばネット、自分の通訳ガイドとしてのホームページみたいなのを作ったとしたら、えー、そこにまあ具体的なコースを決めてお客様を募集するということができるようです。なので、多分自分の,あの得意なコース、自分の得意な地域で、えー、ガイドをするというところに特化すれば、こういうふうなお客様の募集というのはできるんじゃないかなと私も思いますね。 で私は出身神戸なんで、その神戸ツアーみたいなのを募集してみようかなって思ったりはしますね。神戸通訳ツアーをなもうあの複数回しているので、まあ、あの決まったところであれば、基本的には、しらふで、しらふっていうか、あの何も見なくても話せるかなという感じです。はい。で、これからは、えー、通訳ガイドで生計を立てるヒントというところで、ここからはもう少しヒント、えー、技術的なところにも、この島崎先生は話していらっしゃいます。で、まずは、ここの。 えー、生計を立てるために大事なこと、当たり前のことをきちんと行い、人間性を磨くと。これはもうどんな仕事でも言える当たり前のことですけれども、これができない人が多いようです。はい、例えば、その通訳ガイド団体に入ったで、研修があった、でもその研修を無断欠席するような人もいるようですね。まあ、これはやっぱり仕事の姿勢を問われるわけですから、こういうふうな人に仕事は行きた、えーね、渡したくないですよね。あとはその研修に行 だとしても自分の話しかししなないような人もしくは他人の悪口まで言っちゃうような人。これはもう自分そ、そういう人が仕事になったらどういうふうな行動をするんだろうなみたいなのがもう想像できちゃうじゃないですか。だからそれはもうご法度だなと私も思いますね、うん。で、かつこれはもう会議通訳も一緒ですよ。うん。やっぱり見ているのはお客様だけではなくて、そのクライアントが通訳を聞く人が、 あの私たちのことを見ているっていうだけじゃなくて、そのブースで隣に座っているあのパートナーの通訳の方も、僕たちの仕事の仕方を見ているわけなんで、やっぱりそこで無断欠席とか、自分の話しかしないとか、あの自己中な仕事の仕方をするとかだったら、やっぱり一緒に仕事したくないっていうのはもう絶対あ,のあると思いますんであの、いろいろな人に見られているんだなとは、常にあの学生にも言っているところですね。はい で次はガイディングですね、まあ、通訳ガイドのガイド、この技術を磨くコツということですけれども、えー、かなりたくさんここには書いてあります。あのなので、詳細はぜひともこの本を、ねあのー、読んでみてください。えー、例えば、日本についての説明っていうのは絶対ね、あのー、避けて通れないかと思うんですけども、えー、その説明をするときに、えー、常にこう言い換えとか、類似とか比較の表現を用いることが良いよというふうに書いています。 例えば日本は38万平方キロメートルのまあ面積ですけれども、これってどれぐらいなんですかっていうのはなかなか想像し,しづらいですよね。なので、例えばオーストラリアの人が来ているんだったら、あなたの国の20分の1の、えー、広さなんですよみたいな感じですけども、えー、人口密度は6倍もあるんですよみたいに言うと、あのすごくあのリアリティを持って、ね、感じられるんじゃないかなというふうに先生はおっしゃってます。だと 面白いなと思ったののがこのお好み焼きのの説明の仕方ですね、はい、お好み焼きみたいな感じであのそのまま言っちゃうような人もいるようですけどもその前にワンクッションを置く感じでジャパニーズピッツァとかね It's a kind of pancakes っていう風に表現するとあの聞いている人としてもお好み焼きって言われてもかっていう感じですけどもその前にああそういう感じなんだっていうふうにね、まあ、つまり類似比較これを用いているようです。 これって非常にガイディングの中でも大事なんじゃないかなと思いますし、実はこれ会議通訳、同時通訳でもめちゃめちゃ大事なんですよ。あの日本についてのことを話すっていうのは通訳ガイドだけじゃなくて、やっぱり会議通訳、ビジネスでも同じようであって、あの例えば凛義書を回すとかいうのは非常に日本のビジネスっぽいけども、そういうのは凛義っていうのはなかなか英語にしづらいですが、まあ Japanese way approvals getting of appro とかね日本のやり方で承認をあうんですよみたいなそういうようなことを言ったりしますね、私は。なので、この言い換えっていうのはあの会議通訳にも全然通ずることかなと思います。他にもあの動植物の名前を知っておくっていうのが大事みたいですね。あの街を歩いているときに、あ、これ何みたいな感じでお客さんに言われるようです。で、傾向としてはアジア人は買い物や食事などがリクエストとして多いようです。 これを買いたいんだけどとかね。あのこういう風なお薬買いたいんだけどみたいな。あとは、この食事に行きたいです。これを食べたいです。っていうのが多い。でも、欧米人はどちらかというと、その歴史、日本の歴史ってどうなってるのみたいな。あとは日本の文化、伝統芸能、そういうところに関心が高い。という風うに、まあ、あくまで傾向ですけれども、あるようですね。はい、あと、面白いなと思ったのは、その車窓の風景と絡めて話すということですね。なので、バスツアーみたいな感じをイメージしていると思いますが、あそこに見えますのは、みたいな感じで、よく言いますよね。 であそこに見えますのは何々小学校ですみたいに言ったら、えー、その後に日本の教育制度をちらっと話したりするとあなるほどねとあの風景と絡めて話をしているので関連性があってあの頭に入ってきやすいよなと僕も思いますね、はい、こういうふういふなコツがあるわけですね。 あとは、その食事アレルギーや宗教のタブーなどを確認しておいてくださいってことですね。だから、あのレストランに入ったときに、あ、実はこれ食事アレルギーで食べられないんですみたいな、えー、宗教的にはこれタブーなんですみたいなことがあると、まあ、非常に難儀しますよね。で、私もこれは、えっと、去年の11月かな、あのシンガポールの方々の通訳をしたことがあるんですが、あの食事のアレルギー。 というか、まあ、あのハラールですね、はいあの。イスラム教の方はハラールが、えー、対応が必要になりますので、そこでこの食べ物はハラールか、ハラールじゃないのかみたいなことを、まあ、逐一聞くようなことを、えー、していました、えー。店員さんにもよく聞いてましたね。はい、であとはこの本ではあの、近年増加している小麦アレルギーというのがあるようですね。なので、こういうところにも気をつけて、えー、行かないといけないということで、食事のアレルギー、タブー、えー、宗教の対応なども必要だということです。 で、あとは添乗員、えー、こういうふうな、えー、仕事をすることも実は通訳ガイドに生きてきますよというふうに先生はおっしゃっていて、あの通訳ガイドをする前に添乗員として入っていくとあ、通訳ガイドさんはこんなふうに話すんだとかあ、ここでこういうふうなところまで話すんだとか、あ注意点はここでは バスの中で話をしていたなとか、いろいろなことを勉強できる非常に良い見学、見学って言ったらダメなんですけど、添乗員の仕事だと。で、お金ももらえるので、一石二鳥だっていうふうに先生は書いてますね。そう例えば、全員に伝えなきゃいけないポイントってありますよね。あのそういうようなときは、バスを降りる前に言ってしまうっていうのが大事ですね、うん。降りちゃったらみんなちっちゃうんで。 であとは資料を照合する、うんあの、事前にもらっている予定表とか、その、えー、お客様の、えー、情報などが間違っている、もしくは更新されているようなこともあるようですので、そこもちゃんと見ておいた方がいいよねっていう,ふうに書いてあります。であとはその自分が宿泊しているような、えー、ことがあれば、その部屋の番号も、えー、必要に応じては伝えてあげると。まあ、もちろん、これはプライバシーというか、個人情報にも関わるので、あ,のあくまで任意でやってくださいとうう書いてました。うん なんであの、宿泊部屋を教えるっていうのは、なんかももし日本語は分かんないし、問題があったら、通訳ガイドの方に連絡をしよう。その時に、この人は何号室にいるのかなみたいな、えー、いうところが分かればあの、不安にならずに済むんじゃないかというふうなあの配慮うことですね。あとは、そのレストランに入る前に、事前予約、事前確認をしておいてくださいということで、予約はちゃんと入ってますかとか、このお店にはフォークとかあの、お箸が使えない人に対してはフォーク、スプーンなどがありますかとか。 あとはお茶を出すレストランもありますが、そのえー、水がちゃんとありますかとか、そういうふうなところ、えー、水を飲みたい方においては水がありますかとかいうふうな確認をしないといけないようですね。で次は病気のお客様対応ですね。はい、やっぱりそのツアーを何日かやっていくと、団体であればあるほどその病気、体調を崩される方っていうのは出てくる可能性があるわけで、でそれは対応っていうのは一時的にやっていくわけじゃなくて、 緊急性でで対応が変わるようですね例えばもう本当にやばいので今すぐ病院に行かないといけないってなったらもちろんその,そのまま行きますよね。 だけれども、まあ、ちょっと具合が悪いかな、だけども、あのなんとかホテルまでは行けますみたいな感じだったら、まあ、ちょっと我慢してもらいつつホテルまで行って、えー、ではホテル、これが、えー、ホテルの皆さんの部屋のキーになります。では解散みたいにしてから、そのちょっと具合が悪い方に対して、あの大丈夫でしたか何か、えー、できることありますか病院に電話番号をかけましょうかみたいなふう,うな対応ができるようです。うん、なので、あの研究性によって対応を変えるということですね。 であとはその予定変更。これよくあるみたいですね。あの、本当はここまで5つ回りたいんだけれども、雨が降ってきているので、ちょっと時間が厳しいかもしれないとか、ちょっと渋滞しているので、回れないかもしれないとか、そういうような感じで、あの、予定をどうしても変更しなきゃいけない場合は、基本的にはお客様全員の同意を得るということが大事ですねと。まあ、当たり前ちゃ当たり前なんですけれども、多分これ通訳ガイドでやって、 実際に仕事してみると、いろんなことを考えなきゃいけないんでしょうね。バスの中にいるときも、次何話そう、どんな質問が来ても答えられるようにちょっと予習しとこうとかね、いろんなことを考えながら、えー、やっているので、その予定変更なども、えー、全員の同意を取るというところをちょっと忘れてしまいがちなのかもしれませんね。ですけども、非常に大事なポイントだというふうに言っています。 で次は、そのお客様に喜んでもらうためのコツっていうことで、えー、これ面白いですね。まずは常に笑顔。まあ、そらそうだなと思いますが、何かクレームがあったときにも、あのちょっとシュンってしてしまいすぎずに、やっぱりお客さんがいるわけですので、笑顔に戻れるように、えー、頑張りましょうねっていうことですね。であとは、そのおとなしい人にも話しかけるっていうことですね。あのツアーの中で、まあ,あまり、何、えー、て言うんですかね、見知り合っていないような人に対して、あの あまり、ね、分かかなないいわけじゃないですかそういう時きに、まあ、ちょっと声の大きい人の意見が全体の意見になりがちなんですが、そういう時にあまり声を出さないおとなしい人にも話を聞いてですね、まあ、どういうふうに思っているのかっていうのも聞いた方が良いだろうと、その方がやっぱり喜んでもらえるだろうと。やっぱりその声の大きい人の意見に反対というか、あの賛成はしてないんだけれども、なかなか声に表せないという方もいらっしゃるでしょうから、こういうふうな配慮ですね。 で次、えー、こういうことはできないの、ああいうことはできないのって言われたときに、すぐにノーとは言わずに、代替案を出すっていうのも大事なようですね。例えば、お相撲さんの例が、この本にありましたけども、あのお相撲さんの試合をそのまま見ることができない。で、その場合、すぐにノーと言ってしまいたくなるんですが、ノーと言わずに、この試合は見れませんけれども、練習風景だったら見れますよ、みたいな感じで代替案を出すと、うん。これでもまあ満足いただけることはあると思いますね。で次、 説明をした方がいいのか、実物を見せた方がいいのか、その実物をどのような方法で見せるのかっていうふうなことで、なかなかこう考えますよね、これはね。例えばこの新幹線と神社での結婚式というのが、あの、この本には書いてありましたが、例えば新幹線、やっぱり一番いいのは乗るっていうことでしょうね。うん。けども、乗って、えー、行くときに新幹線乗車体験みたいなのがあるみたいです。でも体験だから、基本的にはその、 一駅しか行かないんですって。はい。だから東京から大阪みたいな、そんな長くは乗らないので、東京から品川みたいな感じで終わっちゃう。でもそれって本当にいいのかなっていうこともありますよね。やっぱり新幹線長く乗りたいけど、長く乗っちゃったら違うとこ行っちゃうんでっていうのもあるので、まあ一駅だけっていう風にしてるんだろうと思いますが、 でも一方で新幹線って何がいいかって言うとやっぱりスピードなわけですよね。先生も書いてますけども、スピードを体感したいわけであるので、そのスピードを体感するんだったら別に乗らなくても、その新幹線のプラットフォームにちょっと早めに出てきて、あのー、新幹線ってこう通過するじゃないですか。通過する時のスピードってやっぱりすごいですよね。あのー、日本人でもうやっぱり何回見てもやっぱすごいなと思うので、その通過する瞬間を、まあえー、ビデオに収めてもらうとか、そういうようなこともいいんじゃないかって書いてます。 あとはその実物を見せた方がいい、まあこれは新幹線もそうですけれども、あとはその神社での結婚式なんかもね、あの説明するだけよりも実際に見てもらった方が、やっぱりあのすぐに実感湧くんじゃないかなと思います。 はい、であとは、えー、そういうような大きな体験ができなくても、ちょっとした体験を提供するというのもいいですよというふうにおっしゃってますね。例えば、その参拝前に私たち、こうやって、えー、水で手を清め,やめますよね。こういうふうにするちょっとした儀式もあの外国人にとっては少し、えー、新鮮だと。あとは、そのおみくじを引いてみるね。こんなん、ね、神社に行くとおみくじあると思いますが、こういうのも日本語で書かれてあったり、吉とかね、あの中吉とか大吉とかありますよね。ああいうのも見る。これもなんか日本に来たなって感じするでしょうね。 あとは恋に餌をやってみるみたいな、ね。日本人もしくは日本にいるとまあ当たり前にやりそうなもん,なんですけれども、まあ、こういうのも外国から来た人にとってはえ少し珍しい体験かもしれませんね。であとは日本の歌を歌ってみるっていうね、上を向いて歩こう。これはまあかなり世界中で歌われているようです。僕もあの昔ルーマニアっていうところにあのいたんですけれども、そこで上を向いて歩こうがカラオケの曲の中に入ってましたね。うん、だからこれ歌えました。 であとは、ヤングマンもね、あのー、人気のようです。でこのあたりはあの、国際的に通用する日本の歌のようですね。あとは、その折り紙教室も開くっていうのはいいですよということで、えー、こうやって折り紙をね、えー、作ってみると、えー、作った後で持ち帰るものができたりするので、非常に良い体験にもなるし、作るっていう体験もなるし、その後で何か持ち帰るお土産にもなるということで、非常に良いだろうと。 であとはその広島、長崎とかに行く場合は、その折ったものを折りずるということで奉納することもあのできるので、あの非常にその作る、えー、持ち帰る、おは、まあ、奉納するという形で、あの非常に使い,が使い勝手って言ったら、あれですかね、あの流れとして良いのかなというふうに思いますね。 はいまあ、このように、えー、通訳ガイドの話、まあ、あんまり経験は私ないんですけども、こういうふうな本を読ませていただいてお話ししているわけなんですけども、えー、似て非なる存在ですね、やっぱりね。似てるところもやっぱりありますよ。あのー、いろんな人が見ているっていうのは、通訳、えー、会議通訳も全く一緒なので、えー、一緒なんですけれども、でもやっぱりこういろいろなことを気を遣わなきゃいけない仕事なんだなっていうのは思いますね。そのお客様に対して、まあえー、バスの中で何を伝えておくかとか。 折り紙の話もも、そうですけれどもやっぱりそういうふうな気配りができる仕事、気配りができないと務まらない仕事なんじゃないかなと思いますね。一方でそういうふうな気配りがどん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 こう頭の中で考えられるようになると、どんどんこう仕事の、えー、クオリティを上げていくことができる仕事なんじゃないかなとは思いますね。そういう意味でやっぱり会議通訳と通訳ガイドっていうのは結構違うなっていうのは思いますね。求められる、えー、ところは違うかなと。 うん、ですけれども、この本を、ね、あの私も読んでみて非常にあのためになりました。えー、ぜひとも皆さん、あの通訳ガイド、えー、もしくはその通訳案内士ですねに興味がある方は、まずこの最初の1冊目として、この、えー、本を、ね、読んでみていただけると、えー、非常に興味が湧くんじゃないかなと思います、まあ。実際の通訳案内士の試験対策みたいなものは、あの他の対策書っていうのがちゃんとありますので、えー、そちらを当たってみることをお勧めします。 はい。というわけで、今回通訳ガイドというお仕事を読んでと、えー、この本を読んだ感想をお伝えしました。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。